ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。皆さん年末何しますか？年末と言ったら皆さん何しますか？僕は中古ロム開封します。やっぱまあ年末っつったらいろいろあるじゃん。大掃除とか、まあ大掃除とか。この季節になると中古ロム開封したくなるんですよ。まあやっぱ男ならやっぱこの季節ね、中古ロム開封したくなるんじゃないですか。ウーバーワールドの拓也さんだってなんか誕生日の日一番最初にしたこと何か知ってるか？10キロ走ったって言ってたから。それと同じよ。うん。年末、俺が一番最初何したか知ってるか？中古ロム開封した。これと一緒よ。うん。ということで、今回私、稲妻イレブン3の中古ロム、5つ買ってまいりました。この5つ、今回開封していきたいと思います。稲妻イレブン3、世界への挑戦、スパーク。はい、ということで1本目、イナエル3のスパークです。このデータ、なんとこのデータのカセット、このカセット後ろに名前書いてありました。期待大ですね。あ、名前書いてやったら期待が大ということで、早速見ていきましょう。続きからドン。お、大悟、お、大悟、おい、カセットの名前と一緒じゃん。おい、カセットの後ろに書いてある名前と一緒だぞ。おい、チームレベル14、クリアせ、クリアしてから売るえ、お前本当に。で、まあいいや、一応見ていこうか。ということで、カタールに詳しい人と合宿所へ。これストーリーさえ多分クリアしてないね。ああ、仲間どんな感じよ。梶原とか誰だよ。おい、誰だよお前。知らん。お前スポーツ漫画の魔球を研究してサッカーに使おうと考えてる。お、なんかかっこいいね。お、シゲのゴロのジャイロボールみたいな、もうとてつもないシュート決めてくれよ。あとクワガタ、クワガタ刃。あ、なんかクワガタは絶対いじられるやつじゃん、名前で。トラマルと、トラマル控えか。まあイナエル3はね、俺の経験上よく改造されていることが多いのでね、ちょっとそこ見ていこうぜ。さあさあさあ、必殺技大丈夫か。お、大悟、大悟ちゃんとやってたんだな。お、ちゃんとやってたらクリアまでしてほしかったけど、まあいいでしょう。1本目こんな感じです。味気ねえな。1本目からこれはちょっと幸先不安だけど、2本目開封していきましょう。稲妻イレブン3、世界への挑戦、スパーク。はい、ということで2本目もスパークでございます。早速見ていきましょう。ドン。おっと、19。ちょっと待って、おい、今んところ5本中2本クリアしてないんだけど、ちょっと待ってくれ。おい、これじゃ企画倒れだぞマジで。おい、スズメ、おい、もう名前が弱い。さて、これどこでセーブした？お、ちょうど冬かの様子を見に病院行こう。何があったんだ冬っぺに。もうそれ、もうこのデータどうこうより冬っぺに何があったか、それが心配です。ってことで、まあ見ていきましょう。さあ、ではではでは、お、ゴッドアンド、まあこの辺はまあ普通だな。ほう、で、なんか誰かな、ラクダ出た。誰もが絶対仲間にする人、ラクダ。こいつ絶対仲間にするよな。関与、関与いいね。で、ミツキ、こいつ人間じゃねえな。さあ、まあイケイケとか、まあ本当にクリアすらしてない。もう見るものがねえんだよここまで来たら。じゃあ必殺技見ていこうか。さあ、エンド君の技を覚えさせて、スネークショット、オフェンスプラス持ってる、フレームベールを持ってる。なかなかいいドリブル技をお持ちなようで。ちょ、前しっかりしてくれよ。ちょっとほんと幸先不安よこれ。詐欺沼からの日でしょ。何これ、ネオジャパン戦の後詐欺沼からもらった合体技の日でしょ。一番気になるわこれが。これ何、俺知らないんだけど。イナイレ3あんま覚えてねえから知らないけど、これ。おお、ってことで2本目こんな感じです。もうあっさりしすぎて、2本、このスパーク両方ともあっさりすぎて、本当にスパークって、スパークリングって感じなんですけど。続いて3本目ボンバー見ていきましょうか。稲妻イレブン3、世界への挑戦、ボンバー。はい、ということで3本目は稲妻イレブン3ボンバーです。早速見ていきましょう。頼むぞマジで、とりあえずクリアしてくれてればいいや。クリアしてくれてればいいわ、まずは。おー、見ていこう。ドン。おおおお、来た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 。オーケー、チームレベルマスターのクリアしてますね。チームレベルマスターっていうことは、あーんとレベル60以上だっけな、がチームレベルマスター表示になる気がします。で、仲間100人、これは期待できるね。戦闘はあれ白虎かな、
白虎豪炎寺染岡一丸と、遠藤が見事に省かれてるね。早速見ていこうか。なんだろうね、この強い動向関係なくクリアしてくれてたら嬉しいっていう、早速見ていこう。ドン、白虎だよね戦闘。おい白虎、おレベル高い。白虎レベル高くね、おい。で熱血2万、友情1万と、おお、なかなか友情持ってますね。白虎、あ、これ絶対、これ白虎誰かからもらったんだ。これ絶対誰かからパクった、この人。白虎絶対パクってるわ。あー、クソ強い。俺が大好きなやつだこれ。もうとりあえずキャッチ入れとけ戦法な。だレベルおかしいもん。白虎以外みんなレベル60前後だもんな。おお、白虎だけ9。これ絶対誰かからパクったやつじゃん。いけないことしてるねこの子。まあ俺もしてたから人のこと言えねえけど。お、ミストレイスカバーパスワード入れたんだな。で、あ、2のアフロディいいじゃん。2のアフロディは確かゴッドブレイクを覚えるんだよな。イナイル3のアフロディより2のアフロディの方が確か強かったような気がする。自信、詩人か、サール君、孫悟空もいますと。せつかな、可愛い人いるな。とりあえず白虎キックが高いね。なんでだ、なんでキック高いんだ。中学屈指の名キーパーと言われるジュニア四天王の一人、俺もそう言われてみたかった。おう、ザ・ギャラクシーいいね。ゴーンジさん、プレデター X、 名前かっこよすぎでしょ。おい、装備の名前どうした、何これ。圧倒的シュートパワーを持つスパイク、キック16、全然上がってねえじゃねえか。おい、キック16って全然上がってないでしょこれ。結構上がってる方なの。プレデター X、 かっけえな名前が。で続いて染岡龍吾、おお、稲妻ブレイク、ワイバンクラッシュのワイバンブリザード、ドラゴンスレイヤー、ドラゴンクレッシュ、いいね。ブレインスパイク、名前が何これ。スパイクの名前かっこいいね。おい、おお、伝説スパイク、結構スパイク。 F50 アディゼロ、何これ。おい、こんなスパイクあんの。イナイル3、かっこすぎでしょ。ピッチを切り裂く超スピードなスパイク、何これ。アディゼロは初めて見たんだけど。コートワール、おー、 D ライオン、このデザートライオンとかね、フィザースパイク、まあこの辺は知ってるよ。うーわ、いいね。ジェットストリームのペガサス、ダークスフェニックス、玄武、あ、四天王の皆さんか、四天王のご一行がいる感じで、てな感じか。俺初めて見たんだけど、あのスパイク。へえ、ちょっと調べたところ、これプレデター X とか Wi-Fi 限定のWi-Fi 配信だけのスパイクらしいです。めっちゃいいじゃん。じゃああれね、現役でやってたってことね、当時。いや、これちょっと思い出あるデータいただきましたね。いただいたっていうか俺が買ったんだけどな。実質俺のもんだ。お前のものは俺のものだ。ってことで必殺技秘伝書見ていこうか。何余ってんだ。ユニバースプラスとゴッドキャノン、ゴッキャ持ってんの。ゴッキャ持ってんの、いいね。スペースペンギンも持ってるし、 U ボート、ゴッドブレイク、めっちゃいいもん持ってんじゃん。これもらうか、俺がもらってっちゃおうか。これ使わないならゴッドハンドトリプル、いいね。戦士のユニ、戦士のウェア、はかっこよすぎでしょ。このゴーエンジピタリ賞でしょ。いや、かっけー、ビャッコイ似合ってるし。初めて見た俺戦士のウェアは。意外に持ってないものもあるんだな。てな感じです。3本目ボンバー、こんな感じでした。いやー、非常にね、あの思い出が詰まりに詰まってる、もう詰まりに詰まって、もう詰まりまくってるデータ見させていただきました。こういうデータいいね、ほんわかするね、心がポカポカするね。うん、てことで4本目もやっていきましょう。これさ、さっきから俺思ってたんだけど、このままホーム、この稲妻イレブン3のさ、カセットセーブしないで 3DS のホームボタンを押すとさ、音バグるんだよね。稲妻イレブン3、世界への挑戦、ボンバー。はい、ということで4本目は稲妻イレブン3ボンバーでございます。早速見ていこう。ドン、クリアしてろ。いや、おはーはー、きたー、よし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 。しかも戦闘イナエレ3最強と言われるダークエンペラーズのタケシ、こいつタケシだよな、名前合ってるよな、タケシで。こりゃ期待大だよ。デスタもいるし、メガネっていうのがいいな。タケシとデスタに挟まれるメガネ、かわいそうですね。見ていこう。おーおーおー、いいねすげえメンツだな。早速見ていこうか。チームレベル、あ、ヒックレベル、たけしヒック。ちょっと待って、これじゃあ引っ越してきたばっかか。能力、うわ、育てきってる。でも能力マックス、能力プラス、能力プラスアルファマックスは、これは極限育成というものか、確かそうだよな。いや、ゴッドハンドトリプル、ゴッドハンド、いいね。超技持ってるし、これはちょっとこのたけしもらうか、今後もらうわ。で、うわ、ヒデ中田、え、スキル3つつけれんの。え、スキルって3つつけれたっけ。
ちょっと待って、ちょっと待って、なんでスキル3つつけれてんの。スキル3つつけれんだ。え、初めて見たわスキル3つは。おミキシマックスでもねえし、これは初知りですね。これは、うん、正規の方法だよな。で、お、いいね、エスカバいるね。で、ドモンとガゼル、まあこの辺はまあぼっちぼっち強いメンバー入ってるって感じかな。お、節約、やっぱゴエンジン節約は、ゴエンジン節約はやっぱ必要だな。お、デザームの2もいるし、いいね。お、ディランいるね。ディランはかなりキック高くなったはず。お、で、カッパもいるし、神村、神村誰やし、お前、お前誰や。で、ディノ、ディノは確か、Wi-Fi 駄菓子屋行けるようにならないと仲間になれないんだよな、ディノは。で、ミストリいるし、デモーニオ。いいね、いいね。めっちゃ強い。お、めっちゃダークエンペラーズの選手いる。いいな、じゃあ、俺、この人がやってたイナイル2のデータ欲しいわ。おぉ、この人がやってたイナイル2のデータの方が俺は欲しい。ビルダーいるし、え？若いビルダー、あ、若い響きいる！え？やば！初めて生で見た、若い響き。これね、稲妻イレブン2でヒデ中田と遠藤がレベル60以上じゃないと確か出ないんだよ。いや、いいな、めっちゃやってんじゃんこの人。イナイレ2の方めっちゃやってんじゃん。いや、いいね、いいね、いいね。フェニックスめっちゃかっこいいけど、誰、初めて出た。ピエローヌ出た。いや、いいな響き、ちょっとこれ今度使っていきたいね。じゃあ持ち物アイテムとか見ていこうか。お、だからし、あれ最後のノート1、あ、やっぱ2取ってないんだ。2はね、確かね、難しかったような気がするんで、俺も2取ってないような気がする。続いて装備は、グオーナメガネいっちゃった。装備は、おー、いいもん持ってんじゃん。サッカーの天才がスパウ、サッカーの天才が使うというスパイク。おお、スピード3下がってるけど、本当にそれは天才が使っているのか。さあ、続いて秘伝書見ていこうかなと。オッケー、見ていこう。何持ってる？おー、いいね、いいね、いいね、流星ブレード。ゴッドキャノンみんな使ってないじゃん。使えよ。おい、ゴッドキャノン使えよ。お、ビッグバン、ネオギャラクシー、ジアース。何ここ。ここの並び何？最強秘伝書は、モリモリや。スペースペンギン、デスゾーン2、ジアース、ネオギャラクシー。いいね。俺ならすぐ使っちゃうところ。で、スキルいっぱい持ってると。なるほどね。てな感じかな。おう、4本目のボンバー、こんな感じでした。いいね。響き、いいね。ちょっと響きとこのタケシ、めっちゃ育成されてるタケシにちょっと魅力を感じましたね。ってことで4本目こんな感じです。続いて最後5本目やっていきましょう。おい、全然読み込まれねえんだけど。おい、最後の5本目全然読み込まれねえんだけど。ちょっと、あの、期待もできるし不安、期待と不安が五分五分だな。ちょ、一旦電源落としてみる。全然読み込まれないんだけど。おい、読み込まれねえんだけど、ちょっと待ってくれよ。ちょ、マジかよ、おい。全然読み込まれねえんだけど。ちょ、俺のもう一つの DS、ニュー 3DS でも読み込ませてみたけど、全然表示されねえ。頼むわ、マジで、おい。おお、来た来たよっしゃ、よかった。もうこれほんと期待しかない、期待しかないぞ、おい。これでもうデータ、初めからとかだったら俺怒るよ。おう、早速見ていきましょう。最後の5本目ジオガ見ていこう。稲妻イレブン3世界への挑戦ジオガ。はい、ということで最後5本目稲妻イレブン3ジオガ開封していきたいと思います。見ていこうか。よかった、続きからっていう項目があるだけで一安心だな、まずは。ということで見ていこう。ドン